13章春を待つ者たち。こちらが持ち去られた物資のリストです。これだけのものをよくあの短時間で持ち出したものだ。実に鮮やかだな。は？とはいえ単独ならこううまくはいくまい。この町に連中を手引きした者がいるな。レジスタンスと接触したか。ウーゲンのロープ、予備がないぞ。上陸用のボート、エンジンが動くかもう一度確認しておけ。物資の運び込みは全て完了し、弾薬と燃料の補充も間もなく終わります。決戦の準備が整いつつありますね。E 小隊の帰還は出発に間に合うでしょうか。間に合わねば困ります。ここから先の作戦は一刻を争う。物資確保の手引きをしてくれたレジスタンスへの返礼は必要です。ですが何よりも優先すべきは禁圧作戦の決行。それがわからないウォレス君ではありませんよ。しかし動力炉の問題もまだ。ブライアン、少し付き合ってもらえますか。珍しいな、あんたがこんな下まで降りてくるとは。環境に根っこが生えてると思ったぜ。相変わらず元気そうだな、アンドレ。通信機越しには毎日挨拶を交わしていても顔を合わせるのは久しぶりだ。で、ここに来たのは？俺のハゲ頭を拝みに来たわけじゃねえだろう。開かずの区画に用があってね、すまないが。だろうと思ったよ。メイン動力炉は未だにうんともすんともだ。なあローランド、そろそろあの動力炉のからくりを教えろよ。すまないが、君の頼みでもそれだけはできんのだ。やれやれだ。わかったよ。だったらあんたが責任持って奴のご機嫌を直してやってくれ。では行きますか。未だ動力炉は空のままですね。そろそろですね。はあ、早急にあれを戻します。いいえ。
あれの発動には自発的な意志の力が不可欠だと聞かされています。では自らの意志で戻るのを待つしかありません。その時が来るまでに。戻ってくれるでしょうか、我々のために。ひどいわね。きっと美しい街並みだったのに。ここは特に抵抗の激しい地区だったからな。占領時帝国軍が徹底的に破壊したんだ。至る所に見回りの兵士が展開しているな。中央の広場に面したあの建物が見えるか。ああ。そこにマンネル将軍が捕らえられている。帝国軍内における貴重な協力者だ。我々レジスタンスへの協力を疑われ、取り調べを受けてる。それってこの前の潜入作戦の件で。ああ、だが証拠はまず上がらない。将軍は中央での評価も高い。普通なら数日の取り調べの後無罪放免だ。だが今回は相手が悪い。指揮を取るのはレジスタンス狩りで悪名高いバーク少佐だからね。普段マンネル将軍に押さえつけられてるって恨みもある。将軍を処刑するためならあらゆる手段で証拠をでっち上げるだろう。ろくでもない男だな。いっそ町にいる占領軍を俺たちで一掃するか。手っ取り早いぜ。いや、たとえ町を解放してもまたすぐに帝国軍に攻撃されるだろう。レジスタンスだけで守りきれるとは。俺たちは地下組織、正規軍を相手に正面切って戦う力はない。だからあんたたちにかけてるんだ。他力本願だって分かってはいるがな。そんなことはない。これも一つの立派な戦い方だ。ありがとう。実はな、春には子供が生まれるんだ。だから春までにどうにか平和に、そう思って活動してる。生まれた子が最初に聞くのは銃声より歌鳥のさえずりの方がいいからな。大丈夫、きっとそうなるよ。僕らがそうする。よし、マンネル将軍救出作戦の段取りを確認するぞ。Thank you.
遅れは取らんぞ。勝利のためにやってやるぜ。任せてくれ。私の出番ね。いつでも行きます。準備はできてるわ。おっ始めようか。行くぞクロード、出撃命令を出せ。マンネル将軍は視聴者に捕らえられている。帝国と戦い続ける人々のために必ず助け出すぞ。見ての通り、目標の視聴者は帝国軍の拠点だ。正面から近づくことは難しいだろう。市街地のどこかに潜伏中の同志がいる。接触して協力を得てくれ。ただどこに潜伏しているかまでは私も知らされていない。目印の青いバラを探してくれ。その付近で同志が待っているはずだ。頼んだぞ。壁に青いバラが描かれている。ミカの言っていた目印か。待っていたよ。同志ミカから連絡は受けている。視聴者前の広場を塞いでいるバリケードを見たか。破壊すれば通れるようになるだろうが、バリケードの裏側で待ち受けている帝国兵どもと真っ向からやり合うことになってしまう。だがこの家を抜けた先からなら、そいつらの意表をついて攻撃できるはずだ。なるほど、この家自体が秘密の抜け穴ってわけね。待ち構えてる奴らを逆に襲えるってか。面白い。やってみようぜクロード。ああ、試してみよう。ではこの抜け穴を使わせてもらいます。協力といっても我々にはこれくらいのことしかできないが、どうか将軍の命を救ってくれ。帝国と戦い続けるために彼の力がどうしても必要なんだ。対戦車兵には気をつけましょう。
上を抑えられると厄介だぞ。見つけたぞ。よし、これでいい。やってくれたか。ありがとう。本当にありがとう。どうしよう。感謝する。君たちは我々の未来を救ってくれた。いや、救われたのは僕たちの方だよ。あの物資がなければ今頃どうなっていたか。想像するだけでもゾッとする。話は将軍を連れ出してからにしよう。おっと、そうだった。よし、行くぞ。先ほどは終わったな。レジスタンスも全員無事らしい。将軍は少し衰弱しているが、命に別状はない。無事車に乗り込んだ。レジスタンスの指導者としてこのまま我々のアジトに迎え入れるよ。そうか、よかった。ここから先はこっちの仕事だ。あんたたちは先を急いでるんだろ。ああ、春までに戦争を終わらせなきゃいけないしね。約束だ。頼んだぞ。そうだ、男の子だったらクロードと名付けるよ。いや、そんな立派な人間じゃないよ、僕は。そうそう、こんな真面目くんになっちゃうわよ。ああ、真面目なタフガイなんて大歓迎だね。じゃあな、君たちの分を祈る。車か。狙撃手。まずい、狙いは将軍だ。ミカ。僕たちも撤退だ。行くぞ。レジスタンスっつのはつまり民間人で、軍旗も砲球も勲章もねえわけだ。立派なもんだよ、あいつはさ。自分の信念だけで将軍を無事に逃がして。でも彼、誰よりも生きたかったはずだわ。なのに、あんな無茶を。ミカは生きた。生き抜いたんだ、誇り高く。
また一つ帝国を倒さなきゃいけない理由が増えたな。約束したものね。ああ、セルジオさん、この綿は？ああ、指の先くらいに丸めてくれるかい？アルコールに浸して消毒に使うんだ。はい。ん？それじゃあ小さすぎる。もう少し大きくだ。でも指の先。ははは。すまない、君の手はまだこんなに小さいんだな。ドロップ一粒くらいだ。わかるかい？うん、昨日海兵さんにもらったよ。ならそれをこの瓶いっぱいに頼むよ。優秀な助手が来てくれて助かるな。ありがとう、アンジェ。ずっとここでお手伝いしてられたらいいのにな。私は大歓迎だぞ。カレンは有能だが外科専門だからね。君はきっと優秀な看護婦になる。保証するよ。なれるさ。自信がないかい？帰還しましたか？ご苦労様です。まもなく艦は再始動します。補給を行い次の出撃に備えてください。いい招待は間に合ったのか？ええ、さすがです。レジスタンスに犠牲者が出て少し落ち込んだ様子もありますが、結果これまで以上に団結力が強くなったようです。頼もしい存在ですね。しかしこれからの作戦の要は。封鎖しているはずの回線が。一番艦キャバリエからの緊急通信です。すぐにつなぎなさい。キャバリエまで沈むのか。